福都派八神社は神奈川県藤沢市田霊に鎮座する神社。延長5年の演技式神明朝に記載されている相模国の演技式内社13社のうちの1社とされる。当社の創建時期は定かでないが、有略天皇3年に厳粛な祭祀が執り行われたという記録がある。また、これまでに天社の記録はないが、同風道記では当社の鎮座地が 相模国高層、氷坂いつもち号とある。なお、演技式神名帳では、相模国十三座の内高座軍六座のうちの一座、宇都ハ八神社と記されている。天行二年、大和国発生より若草壁命の尊霊を千座、愛殿に講師した。昭和三年、鎌倉幕府八代将軍、久秋新郎の執権である、北条沙敷が社殿を改築。 さらに、関英四年、当地の領主である、高木種水源摩擦具が、社地九百坪を寄進して、本殿の改築を行っている。当社の故障として、江戸時代には、大見和宮、新名宮とも称されていた。その後、明治六年十二月には豪社に列せられた。大正十二年の関東大震災により、社殿を含み全開したが、 三年後の大正十五年九月には、全復旧し、現在に至っている。境内を西側に出て、道を挟んで、すぐのところにある首狼の釣り金は、昭和20年の春に、太平洋戦争の物資改修により建造されたため、しばらく設置のされないままだったが、昭和50年になって再建された。また、境内の全域が風知林の指定を受けており、昭和十九年には、 自然環境保全地域に指定されている。境内には当社の他に以下の社がある。本殿内戻り屋座太平2009番地には社有地のため池がある。当地の地名の由来として、宇都派八神社の宇都持ちがなまってだれとなったという説がある。また、古語において、うつともちにはどちらも小さな盆地という意味があり、 当地の地形からまず、打つもちと呼ばれるようになって、内ち戻りに転化したともされる。この他には、海老らの刀鍛冶や、五郎正宗が鎌倉へ向かう道中この地で休憩した、際に、これから治める刀の出来が良くないことを思い、家に戻って打ち直したことから地名となったとする説も、ある。湘南大駅から、宮原、慶応大学慶由安瀬車庫行き、遠藤を打ち越し下車。 徒歩5分社務所には人がいないことが多く電話による問い合わせ等ができない場合もあるので、ご主印などの用がある場合は、祭礼や正月など行事が行われる時期に行く方が確実である。また、境内にはトイレが設置されている。ありがとうございます。